下古式村は、かつて、鹿児島県薩摩郡にあった村。合併により、現在は、薩摩仙台市の下古式地域となっている。古式島列島の内下古式島に位置し、町村製市工事には、下古式島の全域を損域としていたが、下古式村の中心集落であった手内と、下古式村の北部に位置していた、イムタの間は、陸路では、 徒歩連絡すらも困難、回路も好転時に、たびたび普通となるなど、同一の自治体を構成するには著しく、不便であった。このため1916年より、幾度と分村運動が行われ、その結果1949年4月1日に、下古式村から、大和在務田が分立し、鹿島村が成立した。町村制が施行された1889年時点では、 下古式村には手打ち、片野浦、瀬、野浦、青瀬、長浜、伊武田の6つの大技が設置されていた。大技伊武田が1949年4月1日に分立し新たに鹿島村が設置された。2004年の廃止時点では手打ち、片野浦、瀬、野浦、青瀬、長浜の5大技が置かれていた。これらは現在の薩摩仙台市下古式町手打ち。 下古式町、片の浦、下古式町瀬、の浦、下古式町青瀬、下古式町長,長浜にあたる。下古式村郷土市によれば、歴代の村長は以下の通りである。2000年現在、下古式村役場に置かれていたかは以下の通りである。1952年から1986年までは、青瀬に大技、青瀬、大技長浜。 大あざぜの裏を管轄する鉄先機関として青瀬支所が設置されていたおふくろさんの可否、ありがとうございます。